はい、トカゲです。ということでね、今回は第2回聖地バボカ交流会の様子その8実況解説していきたいと思います。まず左側、サーブ黒谷学園で打ちましたのが、みーちゃんですね。また賞金首との対決ということで、右側は私ドンカ君が、枠南じゃないですね、中島猫間を使用しています。ということでまたね、フクロウ対猫間の、対戦、解説していきたいと思います。前回はね、赤足を引けずにみーちゃんの方負けちゃったんですけれども、まあ、今回はまたね、猫間もデッキタイプが違って、この中島の、まあ、この巨人をうまく使ったデッキとなっています。まあ、4点の4以上負荷っていうのがね、単純に厳しいので、まあ、例えばこのサルクイだったりとかは出せないわけなんですね。まあ、これによってアドバンテージ差を取って勝つというのが、まあ、一応目的のデッキとなっています。この葉を置いて、和紙を切りました。はい、拾いました。これで4点ですね。はい、巨人の密印で回収。薬、研磨、中島、また4点4以上かです。これ本当に強くて決まるとなんですけど、まあ、決まんない時はね、ちょっとね、厳しかったり、あと猫間相手だったりすると簡単に拾われちゃうんですけど、まあ、こうやってね、レシーブキャラが基本的に固定されてるデッキとか相手だと、まあ、すごい強さを発揮するデッキになっています。すいません、ちょっとなんかあれですね、交流会に関するなんか若干のトラブルがあったんですが、はい、再開するようです。すいません。これで及川ですね、手札を見ます。まあ、この及川もすごい重要で、4点4以上負荷が拾えるかどうかっていうのをこれでね、確認しておくことで、まあ、打つ打たないっていうのを決めることができるので、まあ、これもかなり重要な一枚です。はい、ゴミ赤足僕と効果は使って良さそうですね。はい、破壊しました。これで5点です。この小さな巨人を超えるのはこの俺だは複数枚入っているので1枚くらい破壊されてもいいんですけど、まあ、全部破壊されちゃうとね、結局勝つ手段がなくなってしまうので、まあ、かなり破壊しておくのはいいと思います。まあ、農家くんがね、こっからはまあ基本的にまた中島連打していくしかないので、この連打することによるリソースを削るっていう行為がやっぱ重要なんですね。まあ、しかし今回は、手札に枠ラのキャラがいなかったんですかね。まあ、4点でそのまま返しました。さあ、赤足の MVP とインナースパイクが見えているので、このままではかなり相手のペースになってしまうので、まあ、相手のペースにだけはさせないように気をつけたいところですね。あ、これ本来だったら、インナースパイクの効果から使わないといけないですね。ちょっとこの葉から今効果使ったんですけど、これは登場ステップで、ちょっとすいません、ドンカ君も。あ、そうですね、今、ちょっと指摘一応したんですけど、出た時の効果を解決してからじゃないと、出ての効果っていうのは処理できないんですね。これ、結構バボカやられてる方でも間違ってる方多くて、前もちょっと記事にしたことがあるんですけど、この登場ステップっていうのとメインステップっていうのが、まあ、厳密に分かれていて、一応バボカって。その出た時の効果を全て解決した後じゃないと、あの手のマークのついているカードっていうのは、とか、あとはアクションっていうのは使用できないんですね。まあ、ドローする順番だとか、いろんなことにちょっと左右してしまうので、このルールっていうのは、まあ、結構ね、なんかちょっと、なんでそれそうなんのってわかんない方もいるかもしれないんですけど、まあ、厳密に分かれているルールなので、まあ、ちょっとね、ルールブック読み直すとか、まあ、僕もね、解説記事一回書いたので、まあ、それ読んでいただくとかして、まあ、しっかり理解しておくと、まあ、ルールのミスとかなく遊べるのかなと思います。はい、でとりあえずドンカクはブレイクしました。インナースパイクのね、7点の4以上のキャラ効果負荷やっぱ厳しいんでね、中島効果で3月1日でワンドローで、さらに4以上負荷ブロックだったら9以上、まあ、これでね、ブロックもさせないし、ワンドローしていいのでアドバンテージも減っていない。そして相手は4以上のレシーバーも出せない。かなり、まあ、理想的なアタックの仕方に、これからなっていきます。でさらにね、7頂き研磨がいるんで、この7頂き研磨で、回収。で、また8、S の中島出してワンドロー。で、手札を減らさずに、このアクションを回収して打ち続けるっていう行為ができるんですね。
まあ、もともと山口夏合宿で似たようなね、8レアのツッキーと、この7頂研磨で、まあ、ぐるぐる回してんのを見て、ああ、だったらこれ中島でもできるじゃんっていう風になって作ったデッキなので、まあ、このようなね、4以上負荷連打を、まあ、得意としているデッキになっています。はい。しかしね、またインナースパイクの、そうですね、MVP インナースパイクですね、これは。本当にこれが厳しい。8点ですね。プラス1してアクションエリアのカードが1枚いかなのでワンドローします。で、さらに9点ですね。9点ですかね、多分。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 多分9点。はい、まあしかし置いてブレイクですね。4以上のキャラ効果の効果は発動しないので、もちろんこのヤカ&ハイバーの効果も発動しません。やっぱね、 MVP のね、赤足が本当に厳しいんですよ。しかしここで唐突のイカ等で完全に裏を書かれて、裏を書かれたというか、まあ、びっくりですけど、まあ、とりあえず役を持っていたので役で無事レシーブしました。おいかは公開で手札確認。しかし持っていない。コミコの箱の葉僕とですね。あんまり次打点は来ないかなといったような手札です。しかしね、毎回おいかを出すためにアクション持ってないのはすごい上手いですね。やっぱアクション持たないっていうのはね、プレイングの一つなんじゃないでしょうか。はい。そして最後の小さな巨人を超えるのはこのオレダを手札に加えました。まあ、これで最後なんで、まあ、これ破壊されちゃうと、もう回収する手段ないんですけど、ここで、さらに、もう一回決まるバイダーを打ちます。まあ、これによって、相手この葉2枚持ってたんですけど、この葉レシーブ出して、この葉使って4点っていう行為を防ぎます。で、これで、手札コミと、もう一枚見えてたのがレシーブ4のボクトなんで、まあ、基本的に和潮とか引かない限りは、もう相手拾えないというのが確認できているので、ここで、しっかり決めに行っています。まあ、アクションをね、2枚以上にするっていうのが、まあ、今回一番重要。まあ、4点以上がね、ただただ拾えないと分かってるんだったら、これを打つ必要はないんですけど、これを打つことによって、アクションが2枚以上になるので、相手はレシーブを拾えないっていう。まあ、袋谷学園相手っていうのは、まあ、アクションっていうのはできるだけ単発じゃなくて、複数枚どんどん使っていった方が有利になるので、こうやってね、同時に使って2枚以上にするっていう行為はすごい重要になってきます。さあ、拾えますね。120% 引いてますね。はい、これで5点。で、込みで、僕とアタック3点ですね。当て札はもう1枚込みだけなので、まあ、これで返せるというか、返せれば、まあ、セットは取れる。っていうのはもう、確信ですね。はい、これつなでワンドロー。さあ、アクションエリアのカードがどんどん増えているので、まあ、かなり袋相手にはいい動きになってきましたね。研磨。で、中島で、効果でワンドロー。まあ、ただの4点ですが、まあ、もちろん拾えないと。まあ、手札が足んないのにね。かなりいい展開になってきたんじゃないかなと思います。はい、手札じゃない、すいません。サービス点ですね。さあ、最終セットですね。ドンカ君としては、一応、かなり優位に攻めているんですね。今、ガッツもありますし、まあ、絶対的に有利に見えるんですけれども、結局、赤足の効果を連打されてしまうと、まあ、回収できずに自力になる。かつ、まあ、打点も出て、本当に自力になる。まあ、あとは、アクションエリアにある小さな巨人を超えるのはこの俺だが最後の1枚なので、これを破壊されてしまうと、まあ、攻める手立てっていうのがなくなるので、赤足の効果で回収もできない、こっちに攻める手立てもないってなると、まあ、かなり負けが見えてきてしまうのかなと。まあ、一方、エミーちゃん側としても、まあ、ちょっとね、MVP の赤足が何枚入ってるか分かってないんですけど、まあ、序盤に結構使っちゃったので、まあ、それをうまく回収していけるかっていうのが、まあ、一つ勝負の鍵になってくるのかなと思います。回収することができればね、全然まだまだ攻めれるとは思うんですけど、まあ、ちょっとそれがどうなのかなっていったところですね。とりあえず6点で返していきました。まあ、アクションもかなり使っていいので、まあ、打点を上げるっていう手段がほんと少ないように見えるんですよね、もう。1,2,3,4,7 枚使ってますかね。7枚使ってるんで、まあ、MVP があとデッキ何枚あるのかっていうのと、MVP を回収する手段があと何枚あるのかっていうのが、かなり重要になってくるのかなと思います。
さあ、とりあえず門下くん、小さな巨人を超えるのはこの俺だを回収しました。まあ、逃がしておくっていう意味合いです。まあ、やったんですけど、まあ、かなり重要。はい、黒効果で、焼くと、桂馬回収。ごめんなさい、焼く、スタタ桂馬の方回収します。で、ホイカーで手札を確認します。まあ、アクションはね、もうほとんどないんで。僕とこのハオイカーですね。これ4以上負荷を打てればかなり、強く出るんですが、中島を持ってないんですね、実は。まあ、さっきからね、中島を出せてないので、しかし今は相手の手札を確認しておくことで、次に中島を引いた時に打つべきなのかどうかっていうのを、まあ、見極めるためのオイカートールを先打ちですね。スターター剣までもちろん3以上を出せば、中島が上に来るんですけど、まあ、それだと、もし決められた時のリスクっていうのが高いと。まあ、なので、あらかじめオイカーで確認しておくことによって、まあ、確実に相手の打点っていうのも計算できるっていうのが、まあ、今回の、まあ、プレイングの狙いかなと思います。まあ、このオイカー取るとね、中島の相性がすごくいいんですよね。いつ4以上負荷を打てばいいのかっていうのを見極めるっていうのが一つ重要なので、まあ、かなりいいかなと思います。はい、これそのまま破壊しました。これで5点ですね。あ、で、この葉でプラス1。これで6点。役の、異能化を切りました。佐田研磨、中島効果でワンドロー。で、これで 4.4 以上負荷ブロックだったら9以上です。さあ、さっきの手札を見てる限りじゃ正直拾えないんですが、しっかりさっさと負荷白エースを引いてきますね。いや、強い。しかし、ちょっと手札が足りないか？ちょっと手札が足りなそうですね。アクションエリアに2枚あるので、木の葉で、手札を減らさずに4点っていうのは無理なんですよね、今。手札におそらく木の葉はあるので、うん、そうですね、ちょっと、手札が足りなそうには見えますね。ちょっと考えてますが、厳しそうですね。多分手札が足んないんじゃないかな、本当に。オクトと、はい。僕とと足を回収しました。まあ、これで拾えばしますね。ただ手札が多分1枚しかないので、はい。これで、手札が足りずブレイクです。ということで、第2回聖地馬王家交流会です。その8は、フルセットの結果、中島猫回しをしたドンカ君の勝ちとなりました。ということで、次回その9もお楽しみに。